KTN モッテレのスポーツ応援チャンネルスポチャンでは、長崎県内のアマチュアスポーツを紹介しています。この大会は長崎県を代表してね、全国大会や九州大会に行く選手を決める大会です。審判が鹿児島県の方からも来ていただいてるし、こうやってね、みんなのためにいろんな場所から応援していただいてる大会なんです。この日に、その時に今までやってきた技術力を発揮しないと、発揮できないとダメなんですよね。いや、今日一日頑張ってください。先生、私たちはドッジボールが大好きです。みんなでドッジボールができる喜びと、これまで支えてくださった監督、コーチ、保護者の方々や、いつも一緒にプレーする仲間に感謝し、最後の1秒まで諦めず、楽しく笑顔でプレーすることを誓います。平成31年2月3日、選手代表、松山桃太郎、吉岡真昼、平野芽衣、大沢小春、吉岡優穂、平野子。よし、よくできました。ありがとうございました。テニスが流行ればテニス、卓球が流行れば卓球、サッカーが流行ればサッカーというふうにですね、マスコミとかなんかのこう風潮っていうかね、そういうのに子どもたちは流されやすいんですけれど、やっぱり学校の先生たちが取り組まないと、これはどうなんですかね、なかなか復旧していかないと思いますね。やっぱり子どもの居場所っていうかね、自分の居場所作りにドッジボールは最適だと思うんです、だって運動が下手な子はですね、サッカーやるにもね、ソフトボールやるにもバレーボールやるにも何してももう自分の居場所が作れないでしょ、誰でもできるんですから、僕は学級作りにドッジボールは非常にいいスポーツだと思ってるんですよ、でもその学級作りにいいスポーツなのに、今学校はやりにくいっていう状態が
作られてんじゃないのかな。それが残念ですね。なるほどですね。はい、していたからです。あ、なるほどなるほど。やってみてどうですか？楽しいです。どんなところが楽しいですか？みんなと仲良く、うん、取ったり当てたりするところです。うん、なるほどね。みんなで協力して勝つことが嬉しいからです。はい。なんでドッジボールを始めたの？お兄ちゃんがドッジボールを始めた。お兄ちゃんか。はいはい。やってみてどうですか？楽しいです。はい。練習はきつくないですか？ちょっときついです。ああ、そう。楽しいところ、いいところを教えてください、ドッジボールの。いいこと言えよ。いいところは、うん、頑張れよ。みんなと仲良くしたり、助け合って、試合をすることです。はい、わかりました。始めたの？お母さんから言われた。お母さんから言われたと。うん、それでやってみてどうですか？楽しいです。楽しいですか？どんなところが楽しいですか？投げるところ。投げるところで。投げるところが楽しいか。はい。ドッジボールの指導というのはどういうところが魅力ですか？楽しいっていうか、いいところ。そうですね。やっぱり子供たちの笑顔ですね。うん、それとあと褒めて伸ばすことを してます。なるほど。で、いいプレーが出たらすぐ褒めてあげること。うん、で、8つぐらい褒めて、で、2つは指示します。はい。そうですね、やっぱりそれぞれの居場所を作ってあげてます。はい。で、いろんなまた部活をしてるんですよ、ここたちは。してるんだ。は、剣道とか。剣道。はい、はい。それで、それをどっちも作ろうか集まれということで、みんな集めて、なるほど。20何名になりましたけど。いろんな部活をしながら、はい、ドッジボールもすると。はい、そうです。まあ、それぐらいでドッジボールというのは楽しめるんですよね。そうですね。はい。そういう意味ではもっともっと普及してほしいなと思うんですよ。そうですね。はあ、うん、あと若い子がね、コーチとかなんとかしてくれて、OB たちがもっとこう盛り上げてほしいですね。なるほどですね。はあ、